右コーナーキック、レイによって金子が入れて、ドーグラスがセルサーヘディング押し込んだのは松原です。1対1同点、松原ゴール決めました。ボーンだけフリーで飛び込んでいきましたね。この高さ、そして最後は松原今シーズン2点目、1対1同点。